はい。甘いの。いや、なんで、なんか VR 革命なの。え、そっち側に、どっち側に。どっち側っていうか、あ、ね、その時はちょっと痩せ我慢って感じしたけど。だって松尾さんも、僕があんだけ言っても、まあ、あんだけ言って松尾さんに言うと進めてないけど、うん、買ってるんです。僕は買っても、松尾さん買わなかったけど、買うってならなかったけど、清水さんに言われて、買う気になったって言って、なんかローンを組んだ。だから、これがね、この、キラーワードが通信。あの、背後の作るのがうまいんだよ。そうそうそう。まんまと松尾さんの質問を受けついたからね。実際に、なんか昔の特撮とかを、まあ、自分で勝手に 4K 化したりとか、3D 化したりしてるんで、めちゃくちゃ面白いの。まあ、わかりますけど。そういうコンテンツがある人には刺さる。完全に刺さってんじゃん。でもなんかあんまり画面が出せなくないって言ってたから、なんかセットアップがハマってないよね。まああれいっぱいあるからね、照れないで、いやなんか昔の映像とかとさ、どう頑張ってそんなちゃんと手に残ってないかなって思う。それはなんかちゃんと相性のいい AI 見つけるとすごいな、すごい。ああ。なんか、素のじゃないって見ると、ウーディオ。手軽に BGM 作ってるやつやん。ウーディオだよ。歌ってないの。あ、これがいいです。重さどうぞ。これはなんか松尾さんが、よくこれでなんか多いから言ってた。あの、すぐ演奏されるなんかそんなに上手欲しいのいらなくて、動画のレビューとかに効果音的なものが効果音はね、すぐ無理だね。効果音的なやつはやっぱ普通に研究段階であるの。あ、そう、うん、なんかね、この動画に対しての効果音みたいな作ってくれてるババーンとクラウンターとかみたいなででん。そんな下品な展開で日本しかねえから。こんなことはないでしょ。あんまネットフリックスとかのさ、グルメ番組もさ、なんか芸人が出てきて大騒ぎしてるのはないよね。外人が。もっとなんか淡々とドキュメンタリーまで出てくるよね。最近あのネットフリックスでスタンドアップコメディ、アメリカの一人出てきて、あれがおすすめされたから見てみたんですけど、日本語に訳されても全く分かんないですよね。あれはどうやって楽しめばいいの。ね、あの時折シルクドソレイユとかで始まって会場がドカンドカ湧いてる。そう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 、ね、そうそうそう、あれはもう一生愛想がない人じゃないわけですよ。日本語で完全に訳されてるのに、どこが笑いどころなのか全くわからないじゃん。どこが笑いどころなのか書いたら、笑えないよね。もう、超えられない壁を感じます。あ、清水さんに会ったら最初に言わなければいけないことがありました。これ30秒。LSK メンバーを代表して、はい、清水さん、我々の中では結果清水さんが全て正しかったと思う、うん、今になってこの間2回写真展やったんです、うん、2回目の時に痛感して我々清水さんが正しかったということで、見当たらったあの、いや、その名前の付け方とかを気をつけるみたいなことの重要度、何があった、何があった、若干盛り上がった。盛り上がった、炎上したの、うん、なんか炎上まで行かないですか、うん、でもなんかむしろ名前を
最初のままにしてたらきっと巻き込まれて豪華の中で焼かれてたんじゃないかと思いましたね。現実深くすぎるな。だからドリキンだって横須賀の崖が寝てる